の中のお話をするね。海の中にね、入った時のお話をしますと、私はずっと海の近くでそうやって生まれ育ったんだけれども、中に入ったことはなかったんですよ、一回も。で、それはさっきも話したように、怖かったからですね。で、私海が怖かったから全然海に潜ったことはなかったんですよ。でもね、人魚なら中を見ておかなくてはならないとか思っちゃって、それでスキューバダイビングしたんだけども、びっくりするほどね、魚がね、お魚たちがね、生き生きしてね、野生だったの。野生、いや野生だって知ってますけど、あんなに生き生きした魚が泳いでる姿って初めて見ました。で、そんな中にね、なんか結界みたいな部分がある、エリアがあったんですよ。で、そのエリアっていうのは、なんかこう近寄れなかったエリアがあって、もうそれはさ、海の底だからさ、誰も見ることができないのね。誰も見ることができない、結界があったんだよ。でね、それがね、榊のよくさ、お墓参りするときにさ、持ってく榊っていう植物あるじゃないですか。あれがね、海の中にあったんだよ。すごいでしょ。んで、それがね、植わってるのね。で、そこに、神社とか入るときに、あれなんていうのかな、こう四角の鳥居の下に白い紙が敷いてあるじゃないですか。あれがね、ぶら下がってんの。すっごく神秘的じゃないですか。それで、なんかこう、うわー、近寄っちゃいけないエリアだって思っちゃったんですよ。そし
たらね、そこにね、白いなんか丸いなんか細長いものがぶらぶらなんかぶら下がってて、それはね、イカの卵だっていうの。でね、イカの卵、イカの卵、って思ったんだけど、イカのね、イカがそこに植え付けるように、卵を植え付けるようにセットされてるものだったんですって。いや、すっごく神秘的だった。そういうものがね、海の底にはね、あるんだよ。で、私気がついたら、初めてだったから足がつく範囲で潜りたいって言ったらね、楽しすぎてね、気がついたら10メートル行ってたんですよ。で、耳もズーンってなったけどね。なんていうかさ、そうなの、面白いよね。そういうね、不思議なものがね、海の底にはね、あるの。そんな神秘的なものを私も書きたいなと思って今日書いてます。いい感じ。あの茂み、あのね、お社みたいな、海のお社の茂み、あれはね、すごく神秘的だったよ。なんか近寄れない結界が張られてんだけども、でもね、なんか昔から知ってるような気もするんだよね。そう、昔から知ってる感じもするんだ。不思議でしょ、なんか。やっぱりさ、私この色がね、落ち着くのはさ、なんか意味があるのかなって思ったけど、これをね、見てね、夫がね、前、物の中にいる、金魚にしては、見た目は悪いんだけども、金魚にしては、すごく住み心地のいい、掃除されてない、藻だらけの水槽みたい、水槽の中みたいって言われる。で、本当に私その状況好きなのかな。またそんな色になってますね。今日はね、点と点がつながった日だから、
ごく長編バージョンでお送りしてます。理想の色にするにはもっともっと塗り重ねないといけない。だけど私本当にこんな、ちょっと重なる、この重なる、物の中でね、暮らしたかったんだわ。私、海の中で暮らしたかったんだわ。戻りたかったんだわ。記憶がなくなってたんだ、きっと。水の中でこう、水の中っていうか海の中で暮らしたかったんだわ。ずっとずっと。でもさ、人魚姫みたいにさ、記憶がなくなってたのかもしれない。本当は本当はこうしてずっと住んでいたかったのに、海藻のベールの中にいたかったのにさ、海藻のベールの中にさ、本当はいたかったのにさ、海藻の中にずっと
住んでいたかったんだわ。現実と理想、夢が一緒になって今日すっごくずっと心の中にあった何かが溶けたんです。本当にいい日だった。私も大人になってしまったんだろうか。今日はここまでにします。またこれ重なっていくのかなって思います。今日も見てくださって、おしゃべりも聞いてくださってありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。